こんにちは、お疲れ様です。今日ね、私が、まあ、輸入している商品が届きました。輸入って言ってもね、別に商売にするわけじゃなくて、まあ、通販で海外から物を買ったってことなんですよね。ちょっと紹介していきたいんですけども、このぐらいの包みで送ってもらうと、だいたい送料が8000円です。重さはそうですね、2キロぐらいじゃないかなと思いますよね。じゃあちょっと紐解いてみましょう。で、包装は結構粗末でね、一つ一つ製品がこうやって袋に入ってますね。袋、よし。今回ね、買ったのね、靴なんですよ。靴を買いました。靴ってのはそんなに重さはないんですけども、結構かさばるじゃないですか。で、通常箱に入って靴って販売されてますけども、あの、送料を安く上げるために私の場合はもう箱をね、入れてもらわないように発送してます。で、こういう風なね、ジョギング用のスニーカーが一つ、だからスニーカー自体はね、2000円ぐらいなんですよ。で、非常に安い、2000円から3000円ぐらいで買えるんですけども、まあ送料が商品以上の割合を占めてますね。はい、これが靴、革靴だったかな、これは。革靴こんな感じですね、これ。ビジネスシューズです。はい、サイズはそれぞれ28ですね。で、ビジネスシューズ。ね。で、もう一足ありますが、これは、あ、ブーツですね。ブーツ買ったような気がする。寒い時期にジーンズに合わせるブーツですね。はい、こうやって袋に入っている簡易包装です。こうやってね、ロゴがちゃんと入ってまして。これ28です。結構これ気に入ってるデザインなんですよね。こうブーツカットっていうか、ここでチャックでね、こう閉じれるという、履きやすいというやつですか。はい。で、ちゃんとこうシワも入ってるという、ね、芸の細かさでございます。これもね、3000円ぐらいですね。だからそれぞれ靴は一個一個2000円、3000円、3000円ぐらいのもんなんですよね。だから1万円もしないんですけども、送料が8000円で、商品以下、あ、じゃあ商品以上に送料がかかるということでございます。でもトータルで、まあ2万円しないんですよね。2万円しないとなると、まあ靴3足買うのに2万円弱だったらね、1万5、6000円だったら、まあ送料込みでも安いよねと思います。うん。まあ、通常、私が今、よく履いてるアルマーニのシューズって2万5千円とか3万5千円するんですよ。うん。で、やっぱり、ね、何年も履けるんで、靴ってね。うん。4年とか5年とか、いいやつってのはずっと長持ちしますんで。だから、2千円とか3千円の靴ってのは、もう履き潰しちゃうわけなんですよ。うん。あの、価格に対して大事にする気持ちも失せますしね。まあ、でも、いい靴ってやっぱりね、5年ものとか10年ものの長い付き合いができますので、今回の靴はまあ安いものなんですけども、どのぐらい持つかな。まあでも送料高いですよね。まあでもそれも込みで海外発送ということになってますかね。送料はね、やっぱり人が働いてコンテナに詰めて船で運ぶもんなんで、なんか送料ってなんか損した気持ちになりますけども、でもそれもサービスを購入してるってことなんでね、ここは安くできないんだろうなと思います。特に今みたいな燃料高騰したりとか、ちょっとね、海の環境が今良くないんですよね。あの、例の戦争で。まあ、ですんで、航路ってのが限られてまして、あとは飛行機。飛行機の便も、あの、ユーラシア大陸上空は飛べないんですね、今ね。だからすごい迂回していかないといけないんで、世界的に、コストっていうのは高くなってるような形です。まあ、送料は、多分今、輸入とか輸出を考えていると、その、送料が一番コスト的には高いんじゃないかな。そんな時代なんじゃないかなと思いますね。はい。まあ今までもね、だいたい5000円前後かかってましたんで、送料ばかりはしょうがないかなと思うところでございます。なんか安くなる方法があったら本当私も知りたいですけど、多分送料という商品を買ってるってことなんでしょうね。はい。じゃあ以上でございます。これからもよろしくお願いします。